皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2005年公開の、蝋人形の館。現代、ハウス・オブ・ワックス。監督はジャーム・コレットセラ。脚本は、チャド・ヘイズとケイリー・ヘイズ。主な出演は、エリシャ・カスバート、チャド・マイケル・マーレイ、ブライアン・バンホルト、など。カーリーと親友のケイジら若者たちは、大学フットボールの試合を観戦するため、長距離ドライブでスタジアムへと向かっていた。だが途中で車が故障してしまい、修理のためカーリーと恋人のフェードは、片田舎の町アンブローズへ立ち寄る。というストーリー。もともとは短編小説、ザ・ワックス・ワークスが原作の、肉の蝋人形の二度目のリメイク。破綻気味なストーリーはオリジナリティが皆無で、行き当たりばったり、テンポが遅くてなかなか本題に入らない上、行動がいちいち頭が悪くて、イライラさせられっぱなし。唯一の見どころは、冷静に考えるとおかしいものの、文字通りローでできた館が溶けていく映像。ということで、評価は。Thumbs down.